フェラーリ SF71H は、スクーデリアフェラーリが2018年の F1、世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカーで、ある。開発コードは、669。2018年2月22日に、マラネロで正式発表された。前年の SF70H の正常進化版で、ホイールベースの延長、サイドポット周りのボディワークの進化、 スリムになったリアエンドのパッケージングなどに変化が見られる。本年より装着が義務付けられたヘイローはマシン同様赤に塗られている。パワーユニットは前年の062をベースとした進化版062エボを使用する。毎年マシンに女性的な名前をつけているセバスチャンベッテルは同社をローリアと命名した。バックミラーは気流が ストラクチャーの内部を通過できる処理を施した空洞ミラーを採用した。第5戦スペイン GP にはバックミラーをヘイローへ搭載して上部にフェアリングを施すアップデートを行ったが f i a 2法と判断されたため一戦のみの使用に止まった。ドライバーはセバスチャンベッテルとキミライコネンのまま変更なし。プレシーズンテストでは総合タイムの上位2つを独占。ただ、 メルセデスは性能チェックを重視したこともあり、単純な比較はできないものの、今年もメルセデスに対抗できる戦闘力を持っていることをアピールした。開幕戦オーストラリア GP は、ルイス・ハミルトンにポールポジションを取られたものの、レースではベッテルが逆転勝利。また、ライコネンが3位に入り、ダブル表彰台を飾った。第2戦バーレーン GP から第4戦。 アゼルバイジャン GP までベッテルが3戦連続のポールポジションを獲得。ベッテルは第2戦ではポールトゥ・ウィンを飾るが、第3戦と第4戦は他者との接触や強気のオーバーテイクの失敗により表彰台を逃した。ライコネンは第2戦こそ度重なるピットクルーのタイヤ交換ミスでリタイアを余儀なくされたが、第3戦は3位、第4戦は2位表彰台を獲得した。 だが、第5戦スペイン GP は、メルセデス勢2台のフロントローからのハミルトンのポールトゥ、ウィンかつメルセデスのワンツーで終わり、ライコネンは、リタヤ、ベッテルが4位。第6戦モナコ GP は、レッドブルのダニエル・リカルドが、ポールトゥウィンを果たし、ベッテル2位、ライコネン4位で終わった。第7戦カナダ GP ではライコネンは6位だが、ベッテルが、ポールトゥウィンかつ自身にとって、 通算50勝目を達成した。第8戦フランス GP はハミルトンに、ポール・トゥ・ウィンを許し、ライコネンは3位、ベッテルは序盤に、バルテリ・ボッタスと接触したのが響き声に終わった。だが、第9戦オーストリア GP で、ライコネン・ベッテルの2から3フィニッシュ、メルセデス・ゼイは、ダブルリタイアとなった。続く、第10戦イギリス GP はベッテルが大激戦を制し、 ハミルトンの母国レースでの連勝を読んでストップさせた。このレースでも1から3フィニッシュを果たす。ここまではドライバーズおよびコンストラクターズの両タイトル争いでメルセデス陣営とのシーソーゲームが続いていたが、このあたりから両者の差が開き始める。ベッテルの母国 GP となる第11戦ドイツ GP では、 ポールポジションからの首位走行しながら、レース後半から降り出した雨に足を救われてリタイア続く第12戦ハンガリー GP でも、ハミルトンの干渉を許し、ハミルトン先行の状況で、サマーブレークを迎える。サマーブレーク後の第13戦ベルギー GP では一周目に、ハミルトンをパスしてそのまま逃げ切り優勝しさを詰める。だが、第14戦イタリア GP では、 来年のポールポジション獲得かつフロントロー独占で地元ファンを喜ばせたが決勝では一周目にベッテルがハミルトンと接触してしまいように来年もタイヤ戦略のミスによりハミルトンの優勝を許してしまった第15戦シンガポール GP もタイヤ戦略のミスでハミルトンにポールトゥウィンを許し第16戦ロシア GP では戦略ミスはなかったものの メルセデス勢に乾杯。ハミルトン及びメルセデスに決定的な差をつけられた。第17戦日本 GP は予選でのタイヤ選択に失敗し、決勝は両者ともフェルスタッペンとの接触を受け、メルセデス勢は愚かレッドブル勢にも乾杯と弱り目に、たたり目という状況であった。第18戦アメリカ GP はベッテルがフリー走行で赤旗中の速度違反によりグリッド降格。 決勝でもダニエル・リカールドと接触とまたしてもミスが目立ったが来ネ年がハミルトンを逆転して5年ぶりの優勝を果たした2014年のパワーユニット導入開始からメルセデスは他メーカーを圧倒するパワーで勝利を積み重ね続けていたが5年目で初めてメルセデスを上回るパワーを出すようになったしかしベルギー GP 終了後にハミルトンが我々は フェラーリのトリックに対抗しなければならないとコメントしたようにメルセデスはフェラーリのバッテリーがセンサーをすり抜ける形でレギュレーションで定められている4メガジュール以上のエネルギーを得ているのではないかという疑いを FIA へ抗議したがカナダ GP の時点で違法性はないと判断されていたシンガポール GP でパワーユニットをアップデートした際に FIA はエンジンバッテリーに 二つ目のセンサーを取り付けられた。結果的にこのあたりから失速の度合いを急速に深めていったが、アメリカ GP 後にシーズン後半のマシン開発の方向性を見失っていたことが原因で失速していたことが判明した。第19戦メキシコ GP でベッテル2位、ライコネン3位とメルセデス勢を上回る結果を残したが、ベッテルのチャンピオン獲得は完全に追え、 第20戦ブラジル GP でハミルトンにポール・トゥ・ウィンを許しコンストラクターズタイトルの可能性も消滅した。前述のドイツ GP でのつまずきよりアゼルバイジャン GP、フランス GP、イタリア GP で起こしたミスで順位を下げたことでおそらく得られたであろう。ポイントを失った影響の方が大きく、このせいで日本 GP とアメリカ GP で焦りを生む結果となって、 ミスへと繋がってしまった面もあった。ただ、シーズン後半は、チーム側のミスも多発し、前述の通りシンガポール GP 以降は、メルセデス勢の速さに全くついていけないほど失速し、メルセデス勢を優位にさせてしまった面もあった。そんな中、来コネンはポイントを着実に稼いで、ボッタス及びフェルスタッペンとランキング三位を争い、最終戦アブダビ GP は序盤に、 電気系統のトラブルが発生して、リタイアとなったが、ボッタスとフェルスタッペンは、ライコネンのポイントを逆転することができず、ランキング3位でフェラーリでの最終シーズンを終えた。ありがとうございます。